今話題のですね、ロシアの爆撃機 TU-22M3 というね、通称バックファイアというこの爆撃機のですね、撃墜情報が出てます。これ12月29日、おとといですね、撃墜されたと言われてるんですが、このね、バックファイアというこの爆撃機ね、私を監修してくれてる専門家によればですね、駆逐艦1隻分ぐらいの価値があるらしいです。それぐらいですね、ちょっと面倒くさいものらしいんです。これね、何に使われてるかというとね、スタンドオフ攻撃って言うんですけど、ウクライナの防空ミサイルね、対空ミサイルが届く外側からですね、ミサイル撃ってくるんですよ。で、そのミサイルをまあ積んでですね、上空からね、まあ、ほんと進出鬼没にこう撃ってくるっていうのはこのバックファイア。で、これがですね、まあ、撃墜されたと。軍事ブロガーの GSF さん曰くですね、ロシア軍の TU-22M3 爆撃機を撃墜したという未確認情報。一体どうやって？はてなと。KH-22 巡航ミサイルは射程600キロあるので、ロシア領奥深くから撃ってるのにということで、そうなんですよ。パトリオットの射程って160キロぐらいしかないので、この600キロの射程ね、活かしてですね、結構ロシアの奥深くからね、撃ってくるんで、手出しできないってところがポイントなんですよ。このね、スタンドオフ能力って今、自衛隊も強化してますけれども、相手のその対空ミサイルが届かないとこから撃ってくると。で、しかもまた補充してもう一回上がって撃ってくるっていうのは、ね、厄介だなということでやってるんですが、なんかこれが撃墜されたらしいと、いうことです。JSF さんがですね、参照してるのは、オシントユリさんですね。私がよくまあ参照してるオシントアカウントなんですけど、速報と、ウクライナ軍による、ロシア TU-22M3、撃墜の可能性ということで、このニュース自体がですね、12月29日の、午後10時のニュースですね。ウクライナ軍が過去30分以内に、ロシアの TU-22M3 を撃墜した可能性があるという未確認情報があると。TU-22M3 を除いて、なんかちょっと変な翻訳になってんな。まあ、それぐらいすごいということで書かれています。で、他にもですね、在日、クチシア犬士官ですね。ネタアカですけれども、ここにもですね、TU-22M3 爆撃機レーダーから消えるということで、単にレーダーモニターの電源が落ちただけでやつ。まあこれネタですね。そちらが参照してるのはですね、ノエルリポーツというですね、これもまあ、ロシアとかウクライナがね、カバーしてるニュースアカウントですけれども、こちらもですね、ロシアの TU-22M3 爆撃機が、ロシアのクルクス地方でレーダーから消えたと伝えられていると。爆撃機が撃墜されたということで広まった情報は、まだ未確認だと。まだちょっとこれ分かりませんということです。それからですね、早速これに反応したロシアの偽アカウントがですね、TU-22M3 がね、落ちたって言うけど、これは事故だと。ね。事故だけど、あいつら撃墜したとか言って、イキってるアホだーって言って、動画をですね、まあ、貼り付けてね、バックファイアが、雪の中で事故ってる動画貼り付けて、これは事故なんだって言ってるんですけど、早速コミュニティノート被弾してます。これ2019年の事故の動画らしくて、嘘ですので、皆さん釣られないでください。事故だっていう確証もまだないです。ロシア側からも発表がないということです。それからね、あとね、クルクスにね、まあ、その同じ時期にですね、どうもバイラクタルね、ウクライナのね、無人機が飛んでるらしいんで、無人機からの攻撃で落ちたんじゃないかみたいなこと言ってる、ウクライナ人の方もいらっしゃるんですが、これもね、ちょっとよくわからない。実際落ちたことはまあほぼ間違いないんですけど、どうやって落ちたかよくわかりません。ちょっとね、一個ヒントになりそうなですね、情報があるんですね。これは何かというとですね、テレンコさん、私がたまに引用してたね、テレンコさんという方ね、この人がですね、ウクライナの防空システムの状況についてですね、解説した一連の、投稿が X に載ってましてね。で、これによるとね、TU-33 が、撃墜されたということに関して、どうも私はですね、ウクライナまあ空軍がですね、5V28 ミサイルを搭載した S200 対空ミサイルの部隊を復旧させたのではないかというふうに見解してます。バックファイアのですね、ミサイルまでの射程距離と290キロの待機距離っていうのがまあもともとあるそうなんですが、パトリオットはですね160キロなんで、ちょっとこれはもう厳しいと。で、さらにですね、まあいろんな情報がないとパトリオット撃てないとね、すぐそこにね、はい、早期警戒情報みたいな、早期行動可能な情報がなければ、パトリオットでのそのカバーは限界だと。逆にですね、5V28 ミサイルというのは、射程が345キロもあるそうですので、まあ、ギリギリ届くと。まあ、これ5分間しか飛べないらしいんですけれども、この旧式のね、ロシアのミサイルを使って、撃墜したのではないかということなんですね。で、なんかウクライナがですね、この、まあ、S200 に、まあ、搭載できる、古いミサイルなんですけど、このね、5V28 ミサイルね、これを使ったんじゃないかと。で、ポーランドにもですね、なんか随分在庫があってですね、どうもなんかウクライナとポーランドの在庫を合わせると2000発ぐらいのもあるらしいということですので、これをまあ使った可能性があると。で、しかもですね、ただ使っただけじゃなくて、旧式のミサイルなんで、誘導装置ですね。まあ、簡単に言うとその誘導装置を小型化してですね、魔改造したやつを使って、で、さらにそれをですね、まあ違う発射台とかも無理やり使って、アメリカやイギリスが提供してくる、まあ NATO が提供してくれるインテリジェンスね、こう最新の情報を入れて、で、それでまあ使ったんじゃないかということなんですよね。まあ、これどこまでできてるかどうかわからないんですが、一応ね、この件に関してですね、詳しく8月ぐらいにですね、この 5V28 ミサイルについてね、このテレンコさん解説してるんですけれども、なんかね、NATO のコードネームは SA5。
ガモンというですね、まあミサイルらしいですね。これロシアにとって脅威になると、射程345キロ、わずか5分しか飛行しないんですが、まあ一応ロシアは600キロ飛ぶとか言ってるらしいんですけどね。速度はマッハ3と、5分間の飛行が可能で、1962年のキューバ危機の際に、東ドイツだね、おそらくね、に今配備されたミサイルだと。これをですね、魔改造しまして、ミリ波レーダーシーカーをですね、小型化軽量化して、それをまあ、入れたと。で、既存の弾頭の代わりにですね、203ミリ砲弾を収納できるスペースと重量を確保すれば、非常にいい兵器になるんじゃないかと。これ場合によってはですね、ケルチ大橋ね、クリミア大橋の支柱にぶち込んでね、それこそイスカンデルミサイルをほら、ロシアがさ、ノバカホフカダムにぶち込んできたでしょ。あれと同じことをやり返せるんじゃないかという誤解説を書かれていました。これ実はウクライナ軍事隊が1000発の在庫を持ってて、で、さらにですね、他の、まあ、ポーランドも含む、東欧、NATO 諸国がですね、1000発ぐらいの在庫を持っているので、これでやり返すとですね、ロシアはかなり大きなダメージを受けるんじゃないかということは、これ8月に実はね、テレンコさん言ってたのね。で、これをですね、まあ、地上攻撃に使ったらみたいなこと言ってたんですけど、どうもですね、このね、12月、バックファイアが落ちたことで、これなんか、対空攻撃にもまた使ってんじゃないのと、これかもしれないね、みたいな。これもだから確証はないですよ。バイラクタルからミサイル撃ったかもしれないし、事故ったかもしれないし、ね。ただ単にレーダーが電源切れたかもしれないし、まあ、ひょっとしたらこのね、改良型の 5V28 ミサイルね、ガモンというね、このミサイルで撃ち落としたかもしれないし、まあ、いろんな情報が出てるんですが、まあ、いずれにしてもですね、落ちたことはもうほぼほぼ間違いなさそうだと。で、これ落ちたとなるとですね、ほんと駆逐艦一隻分ぐらいのダメージがあると。で、これは落とせたってことは、この次も、落としに行くかもしれませんからね、ウクライナね。ロシアにとっては非常に厳しい展開かなと思います。で、この件に関して、実はね、フォーブスもですね、記事をね、10月の6日にですね、やっぱ書いてます、この 5V28 ミサイルね。タイトルはですね、ウクライナ強力な 5V28 ミサイルが機動的にと、輸送方法改善かということです。ウクライナ空軍が1960年代に製造された 5V28 防空ミサイルをロシア領内の地上標的に向けて発射していることは知っていたと。飛行中の、ミサイルを、わずかに捉えた証拠や着弾後の残骸の様子を目にしたからだと。そして今回初めてこの長距離ミサイル一つ発射される瞬間を見ることができたということで、SNS でなんか投稿されてたらしいんですね。で、最も重要な、情報は発射機の設置場所だ。どうやら偏僻なところのようで、おそらくウクライナ、側のですね、どこか、ウクライナ軍が発射機よりも機動的なものにしたことを強く示唆していると。5V28 ミサイル、はですね、まあ、いわゆるシーカーの部分ですよね。探索、追尾レーダーなどで構成される S200 年。かなり旧式ですね。今、S400 が今出てますから。2世代前のですね、地対空防空ミサイルシステムですと。これは1960年代から80年代にかけて、旧ソ連空軍の主力長距離防空システムだったと。ウクライナ空軍は数百発のミサイルを受け継ぎ、まあ実は1000発あるそうですけどね、最終的には2013年に退役させたんですが、どうもこれがですね、最新の GPS かレーダーのシーカー、あるいはその両方を搭載し、さらに弾頭を重くすれば、古い 5V28 は強力な地上攻撃兵器になると。大方の情報源を信じるならば、射程は400キロと。パニック状態のロシア側の先導者らを信じるならば、595キロ、まあ、約600キロになるということだそうです。さっきのトレント・テレンコさんね、あの人ね、もともとね、アメリカ国防省の国防管理局で品質監査官をやってた人らしいです。僕が引用したツイッターと同じところを引用してですね、非常に重くたっぷりとしたシーカースペースがあり、バカでかいミサイルだということで、まあ、これ地上攻撃に使ってるんじゃねえかということなんですが、対空目標にも変えるんじゃないかということで、まあ、テレンコさんが言ってるんですね。で、テレンコさんが、まあ、12月にそのこと書いてるんですけど、このフォーブスの記者はね、デビッド・アクセさんという人ですけどね、8月に今このことを、まあ、書いていたということなんですよね。ロシアは、このね、5V28 ミサイルを撃墜したと。クリミア上空で 5V28 ミサイルを撃墜したというふうにですね、8月12日に主張してたんですが、非常に懐疑的だと。撃墜できなくてもロシアには落ち度があるわけじゃないと。これなかなか撃ち落とすのは難しいということなんですね。だからエイタグムスが供給される前にこれ使ったらどうみたいな話をまあ、しているということなので、これね、やっぱ使ってるのは間違いないですね。ただ今回の撃墜にこれ使ったのかどうか、まあ、まだよくわからないということです。こういった魔改造についてですね、実はね、カズタさんね、元自衛隊の方ですけれども、JB プレスに実は記事書かれてまして、連続撃墜される新鋭兵器、窮余の策の急増継ぎはぎ兵器に脅かされるロシア軍ということで、なんで今ロシア軍の戦闘機とかね、こんなに簡単に落ちちゃうんだって話書いてるんですけど、ウクライナ軍がですね、この手の継ぎはぎ系のね、古いやつ持ってきて魔改造したりとか、それから発射機は旧ソ連製なんだけど、ミサイルだけその NATO 製みたいなね、やついっぱい使うことによってですね、防空システムでこう、ほら、トラックしたこう、データを取るらしいんですけど、そのデータのパターンに当てはまらない兵器を実はいっぱい持ってるような感じになっちゃったらしいんですよ。継ぎはぎでやった結果ね。それで、ローカルな場所でこう、どんな組み合わせ飛んでるかわからないので、ロシア側の防空システムが非常に反応しにくい状態になってるのではないかということなんですね。
カズダさん曰くね、まあ、SU-34 の撃墜についてね、ウクライナ側の防空火器を警戒し、やってたはずなのに、まあ、落とされてしまったと。で、SU-34 がどの程度ウクライナの目標に接近してたかどうかよくわからない。けれども、まあ、落とされてしまったと。25日も撃墜されていることから、ロシアはですね、ウクライナの防空火器から距離を保っていたにもかかわらず撃墜された可能性があると。いうことなんですね。で、それはなんでかというと、いわゆるその防空兵器のね、データパターンに当てはまらないやつが結構いっぱいウクライナ、あらゆる組み合わせが存在しているので、で、それのまあ、データの飽和攻撃みたいなのを食らってですね、どうも落ちてるんじゃないかと、いうことですね。で、これはまあ、渡辺元陸将が言うにはね、阻止作戦の一つですよね。爆破を落としたりとか、前線で戦闘機落ちたりとかすれば、まあ、ロシアのですね、航空優勢さんはだんだんこう、ね、後退してきますよね。で、そのタイミングでですね、まあ、ウクライナには F-16 が入ると。多分100機ぐらいね、もうなんか一部も入り始めてるっていうことですけれども、入るということなので、ここで一気に、まあ、砲撃戦を突破するのはこのね、航空優勢ですから、当然 F-16 には地上攻撃能力もあるのでね、ロシアのそういう、まあ、いわゆるこのスロビキンラインね、ここ上からもうバンバン叩いていくみたいな展開になるとですね、来年実は大きく戦況が動くかもしれないと。で、動いたら困るので、ね、来年だって3月、プーチン選挙じゃないですか。なんでプーチンは今ですね、戦力をまあ消耗しながらですね、東部でゴリ押しをまあやっているということなんですよね。まあもうあいつら政治で動いてますけどね。まあとはいえ、ウクライナもですね、魔改造した兵器なんかを使いながら、なんとか耐え忍んでですね、この後ね、F-16 入ってからもですね、星明け外交戦あると思うんですけどね、まあこれをちょっと期待していきたいなというふうに思います。ウクライナに栄光あれということでね、来年もですね、引き続き応援をしていきますので、ぜひ皆さんね、このチャンネル見てですね、ウクライナ応援お願いします。あとこの間グレンコ・アンドリーさんにね、お金寄付しましたけれども、ああいった活動もね、続けていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。今日の内容面白いなと思った方、ぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきましてね、拡散とね、そして、Thanks でぜひ応援をよろしくお願いします。